ついさっきね、原宿の竹下通り歩いててんけどあのー、そこでねたまたまねマクドナルド通称「マクナル」って、あのー、言われてるというかまあ俺はそう呼んでんねんけど <laughs>、あのー、マクナルたまたま表んところに一口チュロスっていう新商品かななんかあってほんまたまたま普段はねあんまりそういうあのトレンドとかいうのをスッと飛びつかないんですけどちょっとあのー、あっ <laughs> い,い機会やし、ままあ、まあああと思ってちょっとあの買ってみました俺ほんまに甘いもんがちっちゃい頃から得意じゃなくてちっちゃい頃もそモロヘイヤから感じるほのかな甘みみたいなのは分かるねんけど <laughs>、うん、そういうのは好きやってダイレクト甘いみたいなのがあんま得意じゃないですけど買ってみましたなんかいいよねこれデザイナー誰 <laughs> なんかデザイナーが気になるななんかここの チェスナットマルーンカラーになってて <laughs> なんかいいよね <laughs> すごいよくできてるうんおあなんか注意書きが中身が熱いことがありますのでやけどにご注意ください書いてるね俺でも熱いの強いから大丈夫やと思うよ <laughs> ありがとうでもほんまに俺ほんでやけどの治りなんか人より早いねんな なんでやろ一口ちょっとちっちゃいねあでも俺サイズに合わせたらでかなるかちょっと一口がちょっとでかいから <laughs> これあなんかいいななんかインボリュート歯車みたいじゃないなんかかなりインボリュート歯車みたいでなんかいいなちょっとじゃあいただきますうんーベリーうま歯 いいね。かなりビターやね。いやうまいな。うん。<laughs> いや素晴らしいね。これ本間三人うまつりのチュロスサウマーパーティーやね。<laughs> チュロス期待しちゃうわ、ん、いやーほんま確実になんかいたんやろそういうなんかアイドル,ル俺アイドルほんま全然興味なくてなんか佐野君が「これだけはちょっと言ってください」みたいな言ってきたから今ちょっとめちゃくちゃ練習してそう。 めちゃくちゃ練習したけど言えてよかったほんまにいいんねんなんか、まあ、機会あったらちょっと見てみますけど、はあ、ほんまにうまいしェアジうまんつエアジ坂東エ二、ジゆでたまごでしたゆでたまご先生あの地球の「地球」ってどういう漢字書くんって言ってましたけどあのないですよねあの地と球で分かれてるんでちゃんとしてくださいごちそうさまでした